スタージョン飛行するスタージョン TT2TS475 号機スタージョーンは英国の航空機である。再設計と改造を繰り返したが、もともとは第二次世界大戦中高性能の来撃機として開発されたものである。戦後に優先度が変更され、スタージョーンは最初に標的栄光機として後に対戦哨戒機として再設計された。 多くの改造が施された結果、当初の有望な設計は失われ、無残で黒デスクな外観、と評されるまでになった。ショートスタージョーンは第二次世界大戦中に高性能の来撃機として計画されていた。本機は艦上攻撃機であり、オーディシャス急航空母艦と戦闘急航空母艦で運用する予定であった。爆弾層を持ち、 平装は500ポンド爆弾六発化当時の標準型航空魚雷を搭載できることが要求された。しかし、第二次世界大戦が終了すると、魚雷の搭載要求は取り下げられ、大型航空母艦の計画は破棄された。イギリス海軍は、昼夜間での目視による索敵及び写真偵察用に使える総発偵察機を求めていた。そこで設計と製造を要求する。 海軍向け偵察機の要求仕様 S11-43 が発行された。この要求仕様には、最大重量2万4四千ポンドまで、高さ17フィート、長さ45フィート、幅60フィート、20フィートなどの機体寸法や、動力作動の主翼折りたたみ機構も要求されていた。この契約は1944年2月12日に、 ショートブラザーズ社との間で締結された。同社は S38 スタージョンを回収した機体を PR マーク一1として納入するよう求められた。3機の試作機を製造する予定であり、各々に RK787、RK791、RK794 のシリアル番号が与えられた。最初のショート s a 一スタージョン I、r k は、 1948年5月18日にロチェスター空港で初飛行を行った。試作2号機の RK791 は1946年6月7日にシデナムで飛んだ。100機の量産型はキャンセルされたが標的栄光用に回収された S39 スタージョンとしてこの設計は生き延びた。試作3号機の RK794 は マーク2仕様に回収され、新しいシリアル番号 VR363 が与えられた。スタージョン TT に全金属製、重力型持ち式単容器の TT マーク2は大型であったが、標的エコーニング用の特徴あるガラス張りの機種を持つスマートな外観の創発機であった。全金属モノコック構造の機体は4つの区画に分かれており、 最高尾はハフバリの型持ち式の水平尾翼と一枚の垂直尾翼方向だとなっていた。主翼は前縁が後退角を持ち、外翼部は先細り形状になっており、外翼に装備したロールスロイスマーリン140エンジンで二重反転プロペラを駆動した。二重反転プロペラによりブレード長を短くすることができ、それによりマーリンエンジンを より機体中心に寄せて装着することができた。主脚はエンジンナセル内に後方へ向けて引き込まれ、オリンは胴体前方へ向けて引き込まれた。戦後のスタージョンの役割は海軍の連絡機と標的栄光機として始まった。これはプロペラ回転面やウィンチよりも前方に搭乗員が座れるよう延長された機種に回収されていた。パイロットを含む2名の搭乗員は 主翼前園あたりのコックピットに座り、機種の万能。観測員は、広報士、無線士、標的操作員、カメラ操作員であり、機種と胴体後部の間を行ったり来たり、していた。5機の TT2 が、さらに多少不格好な TT3 へと改装された。スタージョンの最後の2機は、対戦障害機の提案モデルに改造された。 これは4枚プロペラを駆動する 1147HP のアームストロングシドレーマンバイエースマさんターボプロップエンジンを搭載したものである。もう一つの大きな回収は機種にエンジンにより前方に位置し2名のレーダー操作員を収容する巨大な球場の操作室を取り付けた点であった。デカバナにより引き起こされた重大な問題が計画を終わらせた。ある出力では 漫画ターボプロップエンジンからの排気が機体を不安定にし、良好な飛行特性を台無しにした。対戦紹介任務での長時間飛行にとり、必須とされる安全な型排飛行を行うための釣り合いを取ることが不可能であった。2機のスタージョン SB3 試作機が当初発注され、初号機の WF632 は1950年12月8日にベルファストで飛行した。 片肺飛行時に釣り合いを取ることが非常に困難で不安定であることが分かったが、これらの問題を解決する努力は何もなされず、2番目の試作機 WF636 が飛行する前に計画はキャンセルされた。両機ともに非常に短命で、1951年には廃棄処分にされた。主要な量産型である TT2 海軍標的機は、その現役期間のほとんどを マルタ、ハルファーの第728海軍飛行隊で運用された。また、1950年から1954年まで、ホード海軍基地の第771海軍飛行隊でも使用された。これらの標的栄光機としての主要な任務は、対空射撃訓練用の標的栄光、対空射撃の写真標的、昼夜間の空対空訓練用の標的栄光、 投的標的訓練とレーダー調整であった。残存していたスタージョン TT2 の前期が1950年代初めに TT3 仕様へ回収された。TT3 型はもう少し広い用途に合致するように考えられていた。TT2 から同調した撮影機器と操作員が収まる延長機種が取り外され、小さく成形された機種に交換された。航空母艦上での運用から、 陸上運用に変更されたことにより、主翼の折りたたみ機構が TT-2 の油圧式から人力操作式に変更されるとともに、すべての艦上機用装備も取り外された。短期間の間、1機のショートスタージョン TT-2 がジョックイージーの操縦でショート SB-1 の飛行テストに供され、グライダー栄光機として使用された。SB-1 は、 プライベートベンチャー研究の統計戦欲理論のテストを目的として、リビット・キース・ルーカスとジェフリー・ TR、ヒル博士が設計し、ショート車で製造された無尾翼グライダーであった。SB-1 の最初の栄光飛行は、ショート車の主任テストパイロットのトム・ブルック・スミスの操縦で1951年7月30日に、アルダーグローブ空軍基地で行われた。 栄光されて1万フィートまで上昇した SB-1 の飛行は問題なく終了した。その日の2回目の飛行の時に栄光策が延長され、ブルックスミスは軽量な航空機が栄光機が引き起こす乱気流に巻き込まれるというありがちな問題に遭遇した。ブルックスミスは低空で栄光策を分離せざるを得ず、機体を横滑りさせて乱気流から逃れようとしたが、 90マイルパーアワーの速度で機種下げの姿勢で地面に突っ込んだ。自身は重傷を負い、機体は大破した。ショート SB-1 は再組み立てを要するほど重大な損傷を受けており、グライダーを動力付きに改装する決定がなされ、これによりこの計画でのスタージョンの栄光機としての役目も終わった。製造されたスタージョンは、ショート社のロチェスター工場で製造された2機の S, S マーク1重視訓練機、ベリファスト工場で製造された24機の TT マーク2標的栄光機、2機の SB3 試作対戦勝害機だけであった。1機の SB3 が1951年の英国航空機製造協会、ファーンボロー国際航空省に展示されたが、SB3 の2号機は完成したものの飛行することはなかった。 スタージョンの不幸な失敗の原因の一つに操作系の配置があった。消火器の作動スイッチがエンジン始動用カートリッジの点火スイッチの隣に位置していたことにより、地上要因による不注意や意図しない誤操作が誘発された。イギリスサンメ面ンズブリティッシュディレクトリーオブエアクラフト、ザワールズワーストエアクラフト、アンドザエアクラフトオブザワールド脚中参考文献。ありがとうございます。